はいどうも、なおちんです。さあ今日もドラクエ10オフラインやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日はこの職業を使っていきます。踊り子ですね。レベル99まで上げました。ステータスはさすがに高い。攻撃魔力が意外なほどに高いんだよね。927で、一応ギラグレイド覚えるけども、そんなに強くない。何なんだろうね、この魔法の弱さ。もうちょっとダメージ出てもいいと思うんだけども、はい。まあ、とりあえず踊り子の、今回の強みっていうのは、新しく追加されたこれじゃないですか。戦機の乱れ舞いですね。味方全体の攻撃力を増加させる技なんですけども、バイキルトとは違って、増加させます。なのでバイキルトもかけつつ、これで攻撃力を底上げする、そういう感じですね。うん、まあ遊び人が強いんだけども、もしかすると踊り子もいいんじゃないかな。はい、まあとりあえず戦ってみましょう。ちょっと珍しいやつらと戦います。テンションはちょっとね、調整しすぎだな。とりあえずまずはこれを使って攻撃力を底上げするか。でその後に、そうね、あれしかないか。風切りの前に、でもね、風切りさ、1段階しか上がらないのがちょっと嫌だよね。まあそれは調整されたことなんだろうけど、うん、2段階一気に上がってくれればよかったなぁ。いけ。これ、どれぐらい上がるんだろうね。1.5 倍ぐらいになる。いや、1.5 倍にはならないな。さすがに。転ばせずにもう、不死鳥天狗で、どんどん倒していきましょう。ああ、やっぱ出るね。ダメージ出ます。半端じゃない。で、爆裂客。うん、半端じゃない。で、こっちも不死鳥天武をしちゃう。攻撃力1段階ね、アンルシアは当たってる、上がってるので、さらに強いよね。 OK で風切りで攻撃力をさらに上げていく。おー、いいね、完璧。んーで2発だな、やっぱり。おー、9000与えて倒れないか。まあまあそうだろうね。いけ。いや、本当にいいダメージ。本当に。なんだろう。ダウンロードコンテンツあたりから、やっぱりちょっと壊れ出したよね。うん。不死鳥天狗、もう、デュラン攻撃する前に倒しちゃうんじゃない?いや、間違いなく倒せそうだね。不死鳥天狗。お、弾き返、そうか、弾き返しがあるのか。あ、で、効果時間が長い。うん。2ターンじゃまだ全然だね。多分5ターンぐらいは持つんじゃないの?テンションマックスの時のギラグレイドどれぐらいいくだろう?魔力も2段階上がってるね。あ、そんなもんさ。そんなもん。うん。でもこのギラグレイド見ると、大の大冒険のハドラーを思い出すのよね。ハドラーが一番最初1巻ぐらいで使ったよね。こっちの方が断然強い。んで、あ、これ絶対倒すわ。いや、ひどい。これはひどいよ。もう転ばせ、あー、転ばせる前に倒しちゃった。ひどい火力。はい、それでは戻ってきました。やっぱ強かったね。うん、踊り子もめちゃくちゃ強いです。遊び人がレボルスライサーで敵のね、よだめを上げるっていうのが
まあ一番いいんだろうけども、でも、うん、踊り子の何だったっけ名前忘れた、千機の乱れ舞か、これでもねダメージ上がる、すっげえ上がる。うん、なでもこれプラスあれか、そうだね、バイキルト、あれを全員に入れないとレボルスライサーには追いつけないのか。しかもこっちは必殺技だからね。必殺技だから、そうね、やっぱどうしても踊り子の方に軍配が上がるかな。でもまあ踊り子もまあ前職の中ではかなり強いトップランカーではあると思います。はい、まあ、とりあえず今日はですね、踊り子レベル99になってますので使ってみました。ではまたね、他のキャラクターもレベル99にして使っていきたいと思います。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。